はい、アジを魚屋さんに開いてもらいました。3枚におろしました。ここにあります。これは抜いてきます。これはね、ちょっと残ってると、はい、中骨を取って塩を振ります。臭みを取りますから、表の OK。はい、ニンニクです。ニンニクは皮を剥いて潰します。ちょっと今日は多めで、こう。さあ、芯を取りまして、はい、まず水気を取って、そして胡椒を振ります。もっとやらないですね。今度は小麦粉です。はい、オリーブオイルです。揚げ焼きにします。はい、触らないですよ。切れちゃったね。さあ、
そういうのも結局はあんまり、はい、できました。じゃあ撮ります。はい、バリ日記はちょっと多めに作ります。はい、バリ、バリ日記約4人です。はい、バリ日記です。はい、今日はい、キリハト。はい、キリハト。はい、次はね、はい、OK、 できましたね。地のかけてきます。冷まして味を染み込ませます。 OK。 はい、マリネ液が染み込みましたから2人分を分けます。はい、オッケーです。はい、パイの焼きを半分残ってますので、これをそしてはい、これで目玉焼きを作っていきます。はい、オリーブオイルを足し込みます。そしてはい、これで火を止めます。はい、目玉焼きの方Thank you.
アレンジメニューの完成です。